チシコ、フォリオ 11R、ニンジン、キャロット。本来ニンジンとはお種ニンジンを指す語で、本来は、コラフ、コラフク、と呼ばれた外来野菜でした。現在でも中国ではコラフと記述しています。コラフの、コ、は聖域から日本へ伝わったことを示しています。ごま、胡椒、くるみ、きゅうり、油菜、ニンニク、スズメバチなど外来のものということです。現在の人参という漢字は人が参ると書きますが、昔は人参と書きました。真という字は小さな根が土に染み入る植物を表す漢字です。根が人の形をしているものが最高とされているので、人という漢字を使います。マンドラゴラ、マンドレイクみたいなものです。マテリアメディカを見てみます。推奨、ステフィリナム、プリニー、パスチナカサティバプリマ、パスチナカエラティカ、カロータ、フックス、ダウカスオフィサイナラム、バウヒン。ダウカスカロータ VAR サティバ、リナエウス、ニンジンダウカスカロータ VAR シルベストリス野生のニンジンエスタフィリナムはジンジジウムのような葉を持っていますが、幅が広いだけですやや苦い。それは粗い直立した茎を持っています。ディルに似た棒があり、その上に白い花があり、紫色の小さな何かの真っ只中にほとんどサフラン色。根はの厚さです指。長さ20センチ、甘い香りと食用、野菜として売れる。種子は誘導します月経の流れ、飲み物として摂取、またはペッサリー、頻繁に薬液に適しています。痛みを伴う排尿、浮腫、胸膜炎、及び毒のある生き物の交渉とストライキ。彼らはまた言う事前にそれを取る人は経験しないことや銃からの暴行。それは受胎を促します。ザ、ね、これも尿中、和精をかき立てるために適用されます。成功、美薬。葉は小さく打ち砕かれました蜂蜜と塗られた、広がる綺麗な海洋の断片。岩のパスティナカは食べるのに適していて、同じ目的で、より弱く働きます。とも呼ばれますセラスコメン、ローマ人はそれをカロタ、いくつかのパスティナカと呼んでいますルスティカ、エジプト人、バビブル、およびアフリカ人のシチャム。以上です。